続いてまいりましょう。グループ部門のライブパフォーマンスです。はい、担当の松尾さん、パフォーマーはどなたでしょうか。はい、男性4人組です。お楽しみ。ちなみにこの4人のグループ名は、歌の力でどこまでも駆け抜けてほしいと、はい、でも天井知らずで、はい、どこまでも可能性無限大を追求してほしいってことで、はい、つけました。はい、はい、Sky's the limit。 Sky's the limit。 スーパースター集団を作りたい。山本拓司君、若江隆輝君、大城孝文君、そして前田秀幸君。 X ファクターで結成された男性4人組ユニット、 Sky's the limit。 可能性は無限大ってことだよ。その可能性は無限大。歌力で言えば彼らが本命中の本命、大本命であることは間違いないと思いますよ。 Let's welcome Sky's the limit。 悲しみの向こう岸に微笑みがあるというよ。悲しみの向こう岸に微笑みがあるというよ。たどり着くその先には何が僕らを待ってる。ライバルっていうのがいい意味でそれぞれリスペクトしてるっていうのがすごく伝わります。いやでももう本当にやられちゃった。 I'm falling in love with you guys。 この世界に40年近くいるんですけど、こういうパフォーマンスとかこういう新しいものを見るとやっぱり
音楽の世界って良かったなと思う。はい、そんな中担当の松尾さんお願いします、はい、僕これ10年近く前ですかねに あるテレビドラマの主題歌として書いた曲だったんです。どういうふうに調理してくれるかなって気持ちで託したんですね。そしたらもうこれはもう作り手の僕の元を離れてこの歌はもう彼らのものになってますよね。 Sky the Limit です。本当にその曲の魅力は天空の彼方にさらなる高みにということで素晴らしいパフォーマンス Sky the Limit。